皆さんこんにちは。クイズ、昭和アイドルのお時間です。このチャンネルではこれまで5回にわたって昭和アイドルのクイズを出題してきました。今回は番外編として、1970年代初頭のアイドルはなぜ短命に終わったのか、を取り上げます。スケジュール面から検証しますので、よかったら最後までお付き合いください。以前のクイズで取り上げたように、1970年代に入るとカラーテレビが普及し始め、芸能界がテレビ映えのする可愛い子の発掘に乗り出しました。71年に17歳でデビューした南沙織さんがアイドル第1号と言われるように、70年代にアイドルが繁栄しました。その一方で、華々しくデビューし、大きな人気を集めたにもかかわらず、短い期間で表舞台から遠ざかった人もいました。なぜこのような結果が起きたのでしょうか。それを今回は検証します。70年代初頭は、まだアイドルの歴史が浅かったがゆえに、環境が整備されていませんでした。過労や過労が原因とみられる病気によって倒れるアイドルが続出したんですね。天地真理さん、南沙織さん、浅丘めぐみさんといった女性アイドルだけでなく、西城秀樹さん、野口五郎さんといった男性アイドルも倒れています。このような状況を招いた原因はいくつかあると思いますが、その一つは、以前のクイズでも紹介したように、新人は給料が安い、というのが挙げられます。給料が安い分、プロダクションの利益が大きい。新人賞を取ればレコードの売り上げや歌謡賞のギャラがさらにアップし、プロダクションの利益は上がりますが、仕事の量も増えるわけです。常に人目にさらされる仕事ですから、ストレスも大きく、疲れているのに眠れない、そういった悪循環に陥るアイドルもいました。現在のアイドルはほとんどがグループですが、反対に当時はほとんどがソロでしたから、体調が悪くても休めないわけです。倒れるまで働かされる。倒れなければ休めない。こういった環境でアイドルは酷使され、疲弊していきました。以前の動画、南沙織はなぜ、生放送で突然引退宣言したのか、でもお話ししたように、南さんは沖縄から上京し、東京のアメリカンスクールに編入したんですが、仕事が忙しすぎて学校にろくに通えませんでした。学業優先が条件だったにもかかわらず、しかも、それほど多忙にもかかわらず、それに見合う給料をもらえていませんでした。こういった事情によって芸能界が嫌になり、突然引退宣言したんですね。結局この時は撤回しています。当時は賞レースが盛んで、賞を得るか否かが翌年の仕事に影響した時代ですから、年末になるとハードスケジュールに拍車がかかりました。72年の日本歌謡大賞のリハーサルでは、居眠りをしたり、楽屋に戻った途端眠り込んでしまうアイドルがいたそうです。それほど疲れ切っていたんですね。浅丘めぐみさんは、デビュー翌年、73年の10月23日に腎炎を発症して救急車で搬送され、2週間の入院生活を送りました。それまでにも貧血で倒れたことがありました。この年は、私の彼は左利き、がヒットし、初リサイタルを開くなど多忙でした。退院しても時期的に静養とはいかず、11月20日には日本歌謡大賞に出演し放送音楽賞を受賞、大晦日には紅白歌合戦に初出場しました。翌年には、さらなる悲劇に襲われました。以前の動画、何が浅丘めぐみのアイドル人生を狂わせたのか、でも解説したように、日劇で行われた、浅丘めぐみ賞、の最中に舞台裏に転落、救急車で搬送されました。左肘の剥離骨折が判明したんですが、当日に復帰しています。事故が起きたのは4日間の日程の2日目、
1日3回公演の1回目でした。2回目は中止になりましたが、3回目は腕にギプスをし、車椅子に乗ってステージに出ました。翌日も1回目の公演に出演したんですが、これ以上は無理と判断され、以降の公演は中止となりました。怪我を押しての出演は、ファンのため、という浅岡さん自身の意思もあったようですが、精密検査で肋骨の骨折も判明し、入院を余儀なくされました。精神的なショックも大きく、その後は後遺症に悩まされました。浅岡さんはこの時まだ、定時制高校に通う現役の高校生でした。当時は新人アイドルが次々にデビューし、3ヶ月テレビに出ないと忘れられる、と言われるサイクルの早い時代でした。忙しいのは売れっ子の証、と肯定的に捉えられる面もありました。それに加えて当時は、20歳を超えたら大人の歌手、という認識で、アイドルは旬のもの、と考えられていたようです。事務所としては、稼げるうちに稼ぎたいという思惑から、スケジュールが過密になっていったようです。ですがこういったことが報じられると、次第に世間から非難の目が向けられるようになりました。芸能界は若いタレントを酷使している、と、芸能プロダクションの健康管理が問題視されました。やはり芸能界は人気商売ですから、世間の声を無視できません。それだけでなく、仕事に穴が開くわけですから、その分損害も発生します。入院となると1日2日では済みませんから、損害も大きくなるわけです。70年代初頭は、アイドルの黎明期であったがゆえに、アイドルを取り巻く環境が整備されていませんでした。そのためにハードスケジュールで酷使された。学校にも満足に通えなかった。にもかかわらずそれに見合う給料を得られなかった。こういったことがまかり通り、アイドルは疲弊してしまったようです。こういう時代があって、環境が徐々に改善されていったのではないでしょうか。現在ではアイドルの寿命も伸び、長く活躍する人も珍しくなくなりました。というわけで今回は、クイズ昭和アイドル番外編、1970年代初頭のアイドルはなぜ短命に終わったのか、ハードスケジュール編、をお送りしました。今後も昭和アイドルクイズを続々アップしますので、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次回のクイズでお会いしましょう。